シモンド・ロック・ウッド・セクソンはメジャーリーグ・ベースボールの元選手。ポジションは一塁種。アメリカ合衆国オレゴン州ポートランド出身。1993年の MLB ドラフトでクリーブランド・インディアンズから24巡目に指名を受け入団。1997年9月14日のシカゴ・ホワイトソックス戦でメジャーデビュー。1998年は49試合の 出場ながら打率、310.11本塁打を記録する。チームは地区優勝を果たし、ポストシーズンでもロースター入りするが無安打に終わり、チームもリーグチャンピオンシップシリーズで敗退した。1999年は一塁、左翼、指名打者のポジションをこなしながら31本塁打、116打点を記録し、チームの地区優勝に貢献する。 ボストン・レトソックスとのディビジョンシリーズでは打率167に終わりチームも2勝3敗で敗退結果的にこれが最後のポストシーズンとなった2000年7月28日にボブウィック・マンラーとの交換トレードで後日発表のマルコス・クータロラ3選手と共にミルウォー・キー・ブルワーズへ移籍移籍後は打率296.14本塁打を記録し シーズン通算で30本類が91打点の成績。新本拠地ミラーパークが会場した2001年は後半戦で打率293.27本類が69打点と調子を上げゴーマン・トーマスが持つ球団記録に並ぶ45本類がキャリアハイの125打点を記録する一方で178三振を喫した2002年は 地元ミルウォーキーで開催されたオールスターゲームに初めて選出され、前日に行われた本類打競争にも出場した。2003年は2年連続でオールスターゲームに選出される。全試合出場を果たし、45本類が124打点98支給を記録。MVP の投票で12位に入った。12月1日にクリス・カップアーのクレイグ・カウンセル、 ライル・オーバー・ベイラ6選手との交換トレードで、他2選手と共にアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍。エースのランディ・ジョンソンと共に、身長2メートルを超える投打の柱として、ツインタワーと呼ばれる。2004年は4月に旧本塁打を放つが、左肩の故障のため序盤で、シーズン絶望となって23試合の出場に止まり、チームの再開転落の元凶となった。 オフにフリーエージェントとなり、12月15日にシアトル・マリナーズと契約。マリナーズは前年地区再開に終わり、打線強化のため他にエイドリアン・ベルトレを獲得するなど大型補強を観光した。2005年は前年の故障から復活し、打率263.39本塁が121打点を記録したが、チームは2年連続で再開だった。 二千六年は序盤から不審に陥り、八月上旬まで打率。二百二十代だったがその後は持ち直し、打率。二百六十四点三四本塁打百七打点をマーク。チームは三年連続で最下位に終わる。二千七年は開幕からゼフ不調が続いたが、その高学年法もあって、試合に出場し続けたため、首位を争うチームの足を引っ張る形となり、 比較的温厚なシアトルのファンからもブーイングが浴びせられるという状況が続いた。最終的に打率205.21本塁が63打点と散々な成績に終わりチームもポストシーズン進出を逃した。2008年も不振は続き7月10日にマリナーズから解雇された7月18日にニューヨークヤンキースと契約ヤンキースでは相手が 左投手の際の先発や試合終盤の守備固めとして起用されたが、8月15日に解雇され引退。ありがとうございます。